ジョエイハルは、台湾、台中圏出身の政治家、政治学学者、中華民国第9回立法委員。現職は、東呉大学政治系教授。専攻は、軽量政治学、政治行為、比較政治。1966年5月15日、台中圏に生まれた。1999年、米国ミシュガン大学卒業。卒業後は、 国立中世大学政治学系の助理教授となった。1999年9月から2002年7月、国立中世大学政治学系助理教授。2002年7月から2007年8月、中央研究院中山人文社会科学研究所、助理研究院。2007年8月から2012年2月、私立東暮大学政治学系助理教授。 2012年2月から2015年1月、私立東呉大学政治学系副教授。2015年2月現在、東呉大学政治系教授。同年6月21日、時代力量に入党。その後、第9回中華民国立法院選挙に時代力量で出馬することを表明する。同年2月1日に、第9回立法院に就任。 2020年8月2日、遠藤、総豪の経営権を奪還しようとする実業家から賄賂を受け取ったとして、台北地方検察署の捜査を受けた。彼は92教式を認めていない。2016年10月29日には、台北のプライドパレードに、他の時代力量の議員と共に参加し、党の婚姻平等権の態度は、非常に一致しており、関連修正案を、 すでに提出した。将来立法院で、その他の党と協力して、迅速に法を修正し、来年の今日には出てきた成果が見られるよう希望すると発言。2016年11月、婦人大学の礼拝所が、キリスト教が聖書を根拠として、同性愛に反対するメールを全校の学生、教職員宛てに送ったが、それに対して、婦人大学側が、 もし差別言論を撤回しないならば、教育部の補助を受け続けても構わないだろうか、と疑問を呈した。ありがとうございます。